こんなとこで負けてられっかよ。そうよ、中忍試験をパスして木陰への道をまっしぐらに進むんだから。させるか。水遁弾うっ、ほんか。水のないところでこのレベルの水遁を。ちょうだめだ。ライトンまで使えるとは。よし、仕留めたぞ。ボルト、大丈夫？誰に向かって言ってんだ？ボルト、いよいよ7代目に実力を見せつけることができるね。おう、そうだな。2時も通りました。今回はあれを使った模様です。そうか、ついに使ったのか。録画はしてあるな。もちろん。美月、あんた第何試合？5番目かな。朝飯が喉通んなくてよ。わかる。よく食えんな、デブ。え、嘘、いつの間にか食べてるわ、ジジイ。さて、ここから先は敵同士だな。うん、だね。お互い当たるまで負けんじゃねえぞ。当然者。簡単に勝たせてくれる相手ばかりじゃなさそうだけどね。木の葉の実力見せてやろうぜ。うん、だって勝つのは私だってばさ。この三次試験は個人戦です。トーナメント方式で行われます。1回戦では同じチームメイトと対戦しないよう配慮しましたが、勝ち上がれば当然戦うことになります。各自出場の順番を確認しておいてください。試合は
3回戦までで、決勝は攻、乙、兵各ブロックの勝者3名での三つどもえ戦となります。皆さん準備はいいですか？はい。木の葉隠れ渦巻きボルト、雲隠れユルイ、第一試合始め。おめえら全員ダジっちゃうよ。ほんとダジっちゃう。一網打尽ってことだよ。ダセんだよ、何でも省略してんじゃねえ。この試合も省略しちゃおっかね。捕まるかよ。もう爆発すんのかよ。シンキー、楽しみにしてたボルト戦できなくなっちゃうかもよ。力のないものに興味はない。お前らは残りの2人、特に美月には注意を払っておけ。そんなのいらないに。美月ならこの僕が1回戦でひねり潰してやるからさ。受験生レベルの低下は嘆かわしいな。こそこそかくれんぼかよ。くそ、ガムが邪魔だってばさ。さて、止めっちゃおっかね。あれがチャクラを流すことで触媒になるガムですか。なかなか面白いだろ。くそ。こんなところで負けられっかよ。ここまでは届かねえな。え、うん、そう。おい、マジかよ。すごい、あんな風に手裏剣を曲げるなんて。マリ、俺の方がダジっちゃいそうだな。チャライだっけ？ユルイだ。勝者、木の葉隠れ、渦巻きボルト。勝った勝った。やるね、あの子。まったく頭にくるな。お互いこの惨事に残れないとは思いませんでしたね。まあ、うちは本来この大会に参加させたかった秘蔵子を中忍に昇格させてしまったところなので仕方ありませんが。出てたら勝てたって？親バカは見苦しいよ、水影。肝に銘じておきます。やるじゃねえか。いつの間に練習してたんだよ、あんなの。まあな、楽勝楽勝。思い出さない？私たちの中忍試験、手まりさんと初めて会ったのもあの時でしたよね。そうそう、最初は態度悪くて。忘れたな。訂正、
今でも態度悪いです。ね、鹿大君の相手砂隠れなんだ。手まりさんの故郷か。心境複雑ですね。鹿大負けたらゲーム没収だよ。いてかます。下手な試合見せんじゃねえぞ鹿大。まお手柔らかに頼むわ。第2試合、木の葉隠れ奈良鹿大対砂隠れ淀、はじめ。構えろよ、俺が隠したみてえだろ。ったく態度悪いな。めんどくせえけどこっちから行くぞ。逃がすかよ。何やってんだよ。いつもは僕らで陽動をかけて隙を作るからね。これで僕たちのありがたみも分かるんじゃない。そうそう、いつも体術の修行をサボってるつけね。これにしてもあいつすげえ名誉くない。あんな余裕で攻撃避けるなんて。なんかありそうだよね。なんかって、まあ次に鹿大が試すと思うよ。余裕かましやがって。なら、これでどうだ。何？これもダメか。こら宿題ちゃんと狙え。あのヨドって子、影の動きが読めるの？仕方ない、無駄にチャクラを消耗すんな。ちょこまか動きやがって。もう終わり？それじゃあこっちから行こうか。ここからが本番だ。さあ行くよ。なんだ今の攻撃。封筒じゃないよね。もう一度。高周波ってやつか。まともに食らったらアウトだな。けどこんなところで負けるわけにはいかねえしな。なぜだ、今一瞬反応が遅れたような。ガムかよ、きったね。くそ、あの野郎。そうか、音かだろ。最初お前は目がいいやつなのかと思っていたが、煙玉の中でもフェイント攻撃でも余裕でかわしやがった。つまりお前は目に頼っちゃいねえってわけだ。さっきフードを取った時イヤホンがなくなっていたんでもしやと思ったが、まさか俺が影を操るために動くわずかな体重移動の音を聞き分けているとはな。俺がガムを踏んだ時にお前の反応が一瞬遅れたのはそれで説明がつく。恐ろしく耳のいいやつだぜ。よく気づいたと褒めるべきところだが、体重移動は無意識の癖。気づいたところでコントロールできるものではない。イヤホンは聞こえすぎる聴覚を制御するためなんだろう。不安か。あ、心拍数の上昇、浅い呼吸、手に取るようにわかる。だったらどうした。相手のペースに乗せられんな。
遅い。シカダイ、手まり様の息子ならちょっとはできるかと思ったけど、やっぱり砂隠れが一番。それを言われちゃ木の葉の人間になった母ちゃんの顔が立たねえんだよな。あんた、わざと起爆札を。靴音をかき消す方法が他になかったもんでね。勝負あったでいいか。ラビット、勝者なら鹿大。失礼しました。苦戦してたじゃねえか。悪いかよ、サラダ。気張っていけよ。3秒見てて。は？お前ほかげになるとかほざいてんだってな。現実見せてやるよ。第3試合、この葉隠れ内葉サラダ対雲隠れタルイ、始め。1 2 3。あ、勝者内葉サラダ。じゃあね。よし、これで3連勝だってばさ。楽勝。相手が雑魚でよかったね。あのね、あいつが弱いんじゃないから、私が強いの。さーて、4連勝しちゃおうかな。第4試合、山中イノジン対下隠れアラヤ。イノジン、気抜くんじゃないわよ。へえ、長い武器だね。僕の武器はこれだよ。ペンは剣よりも強しってね。ふん、それでクール気取ってるつもり。その透かした仮面を引き剥がしてあげるよ。忍法超獣戯画。どうだ、起爆札を仕込んだ特別生産。爆発に反応しない。嘘。勝者砂隠れアラヤ。惜しかったね。これがライゾンオーバードライブだ。筋肉の動きは脳から送られる電気信号。僕はライトンがその伝達スピードを加速させることができるのさ。え、なんだ？
これは使えないな。続きをどうぞ。なんだよ今のは。ああ、脅かしやがって。ヘビー、ギブ勝者この葉隠れ美月。よし、カロリー満タン。ナイスー。さて、軽やかに待ってくんね。頑張って、長長、マチ。で、え？で出しなさいよ。イエーイ。頑張れよ、デブ。デブ、行ってきまーす。鳥は長長か。一回戦、最後の組み合わせか。あの子ガーラのとこのエースでしょ？強いの？今にわかる。あんた、ひょっとしてシャイボーイ？あちしの魅力で目を背けちゃったけ？先に謝っておく。わ、どういう意味？手加減は、苦手でね。一回戦最終試合、この葉隠れ秋道長長対砂隠れ新規始め。花鳥風月、今も探しては空見上げる。なんだか、めんどくせえことになっちまったな。こんな風にちゃんと戦うの、初めてだよな。正々堂々、恨みっこなしでやろうぜ。負けて泣くなよ。次回、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、ボルト VS シカダイ。ちょっと、その前にあちしの試合だっちゅうの。一人で盛り上がってんじゃないわよ、ったく。ちゃんと見ててよね。